さあ、6時31分に間もなくなるところですねえ。続いてはズバリ言わせて、毎週水曜日は政治ジャーナリスト、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございますえ。週刊誌の方にもお書きになってましたけれども。はい 小泉慎二郎、2021年、決起説というのがあるそうで、2021年というと、東京オリンピックが終わった翌年ということになりますね。そうですね。なりますね。ポスト、だから、東京オリンピックって感じですかね。東京オリンピック。いやー、その頃の絵柄っていうのはどうなっているか。はい。いろいろ、いろんな視点でお書きになってますけども、どうですか、小泉慎二郎、作戦としては。いや、基本的にはですね、まあ、オリンピックまでは、 はい、なんとか、そのムードはも持つだろうと、<い>あ,まあ、ある種、お祭りですよね、<い>ですからいい、苦しいことがあっても、まあ、はい、とかオリンピックまでは持つだろう、だけど、それが終わったらま、まさに祭りのあとで、日本が大変な時代に入っていくと、<い>特に少子高齢化、もう,これもうほとんど歯止めかかりませんよね、<い>から経済活動を含めて大変な時代になる。 じゃあ、そこへ向けて今政治が準備しなくてどうするんだと。はい、しかも、2020年以降っていうのは、中心になる人っていうのは、今のやっぱり30代や40代ですよね。まあそういうことですね。うん、だから、そこへ向けて、あの、小泉慎次郎氏は、そのお、いわゆる政策を勉強するとかですね、備えなきゃいけないっていうことで、はい、まあもう本人も言っているし、いろんなその政策や勉強みたいなのも始めてるわけですよね。はい、と僕が もう一つオリジナルもう私自身のオリジナルって言っえんだけどもあの彼と、えっと、2011年に実は1時間近く2人で話ができたんです年え、国会の廊下だったんですけど、えー、でその時にねあの2011年って高島さん あれですよ東日本大震災彼はずっと実はそれからも通い続けて、あそこの被災地に通うことで政治とは何かっていうのを自分が学んだと言ってたんだけども、10年通うって言ったんですよ、10年、年限を言ったんですね、それで10年通って、とにかく一つのことを成し遂げたいと、被災地に対してって。 10年というと、2021年なんですよ。ああ、そうか、そうか。うん、オリンピックが終わる。そして2021年。えー、しかもですね、2021年、普通に行けば、自民党の総裁選があるんですよ。ああ、なるほど。という、この3つからですね、うん、2021年、小泉慎次郎、決起というのが、えー、まあ、私の一つの、国の、ね、途方もない借金。えー、ね。それで、えー、とにかく、 アベノミクス、ええ、安倍さんは経済経済っていい。そしてあの、後の世代にね、うん、え付けを回すようなことをね、平気でいろいろやって。ええええ、まあ、言葉悪いけども、自分の内閣さえ良ければいいみたいなね、うんうん、えそういう判断もね、なきにしもあらずなんですよ、ね。やと思いますねで。そういうような付けが、はい、東京オリンピック終わって、祭りの後のその空虚な感じの中で、うん、ドカーンと今度ね、ええ、次の世代にね、のしかかってくるぞと。そう,そうです、そうです。その時に、 小泉慎二郎さんが決起するというか立ち上がるってことですか、うんうんうん、そういうことですね。知識としては。だからもう時間軸はそこに向けて多分動いてると思うんです。<ー>だから本当だったらよくあるじゃないですか。今もうなんか、ね、あの、内閣改造のたびに、あの、小泉慎二郎を何大臣にとかね。あのー、もう飛び級じゃないけど、スピード出世で何も、えー、なんてこう、えー、どんな役職もなんて出てくるけど、えーえー、彼ほら、全くそんなもの関係ないじゃないですか。はい。 なんでこんななのかなと思うんだけど、多分僕のな、が思うにそういう時間軸でもう動いてるんだと思うんですね。だから、あの、今何をするじゃなくて、もうそこへ向けて何をすべきかと。はい、そ、その代わり、その時期になったら、うん、もう誰が何と言おうと、多分行動をガーンとしていくんだろうなと。ええ、そういう僕は、あの、感じ、思<私>ってるんですけど、ね。私、本当素朴に感じるのは、ええ、あの、本当にあの、ハートのあるね、ええええ、血の通ったというか、ええ あのそういうあの人間性のね非常に豊かなあの政治家だと思います。高島さんだってよくご存知ですもんね。あわれたりしてるからね。よくご存知ほどじゃないです。えあわれてねお話しされたり。一応面識はありますけども横須賀ですからね。それで思うんですけどどうなんでしょうかあの彼が今無派閥なんですってそうですそうです。聞いたら無派閥で要するに一匹狼で動いてるわけですよね。そうですね。で何年か時を経て ああのまあ、被災地とずっと向き合いつつ、10年やってですね、うんうん、でえ被災地もですねあのみんなで酒飲みたいとか言ってるんでしょ、そうです、ね、10年経ったら、ねはい、ご苦労さんね。ええええ、よく頑張ったみたいなね、ええええで、そういうことで国がついて、今ほら、僕大きいなと思ったのはね、ヨーロッパがね、うん、あの福島産のね、えー、米とかね、ええ、ああいうのね、全部もう、あの 入れるの、今までダメって言ってたのはね、全部 OK にしたんですよね。うんうん、ああいうのね、次から次とそうなってるんですよね。ええ、だから、すごく成果が上がってるわけですよ。で、その集大成を彼がやって、ええ、政治で行く届かないところをえ彼の努力でね、補って、うんうん、それで、そのオリンピック後の空虚感、うん、で、安倍さんもすげえことやってくれちゃったよね、みたいな。うん、こんだけ金がね、足りないらしい <laughs> いろいろなってくると。<laughs> もうホープ、夢も含めて、彼に任せるよりしょうがないっていう、ええ、そんな時は来そうな気をしますよね。いや、私は、うん、あの、それ来なきゃダメだと思います来なきゃダメだ。そういう時代がね。あーえー、そうだ。はい、ということで、え、もっともっとね、喋りたいことはあるんですけど、時間が来まして、鈴木哲夫さんは、続いては7時からです。今回、習近平国家主席、そして、李克強総理とも会談を。 行いいまましたた日中関係ののの新たなスタート習近平席のこの言葉には私も同じ思いであります今日の夕方、安倍総理帰国の予定なんですけど、多分、意気揚々、花高々ではないかと思いますね。アジア歴訪から今日夕方帰ります。で、今日国会が開かれますけども、あの、加計学園のね、獣医学部認可されましたですけども、 あれ、予算委員会でも何でもなくて、ええ、で、安倍さんはいないんだそうで、<laughs> え、なんてことはないんじゃね、ということはね、<laughs> まあ、そういう意味です。ですね、そうですね。はい、えー、今声が聞こえましたけど、今日のね、えー、コメンテーターはお馴染みの、ええー、鈴木哲夫さんです。鈴木さん、はい、安倍さんは、ええ、もう本当に得意満面なんじゃないですかどうですかまあ、外交、うん、まあ、そもそもですけど、やっぱ外交には、ええ、あの、安倍さん自身も力を入れてますし、はい。あの、自信を持って、 てるやっぱりその分野ですよねそうです、ね、だからあのまあこれまでも実際そうなんだけど安倍内閣って支持率が下がるとですね、はい 必ずその直後の外交でそれ跳ね返してきてるっていう、まあそういう多分自信もあるんだと思うんですね。だから、そういう意味では、あの、外交を展開してるとき、そして帰ってきたときっていうのは、確かに安倍さん、こう、胸を張ってる、だ、だと思いますね。その支持率も軒並みにどの調査でも上がって、もうすごいのが10%上がっちゃったりね。支持と不支持が一時は逆転してた。これがまた支持の方が、あの、まあ、上回るというね、感じ。 ただこれよく見るとですね、これは安倍さんの実は側近の人が言ってたんだけど、ええ、周辺の人が一人言ってたんだけど、その、でもよく見るとね、あの、やっぱり一強と言われた頃はね、50%超えてたんですよ。ああ、確かに確かに。にだから、ええ、逆転不支持が、この方が上回って、それでまた支持が上回ったんだけど、やっぱり、うん 40%台なんですよね。<ー>その辺はね、かうん、だから、まあ、戻ったとはいえ、まだ戻りきっていないということで、あ、うん、あのまあ、警戒しなきゃという、引き締めなきゃということを言ってる側近は、いますねそれで私、ちょっと総額に聞きたいんですけども、はいえー、安倍内閣、あの、補足して、何もしないでね、はい、理事国会の冒頭で解散しちゃって、えー、で、まあ、あの勝ったわけですけど、うんうん この後、何を当面やろうという、うん、手に。あのー、えー、だから、選挙の争点に掲げたのは、例えば消費税の使い道とかですね、いろ、えーね、んなこと言ってましたけど、うん、あと憲法改正みたいな。これは、えー、まあ、ある意味ではマスコミがかなり憲法改正っていうのは、えー、あのー、えー、取り上げてきた部分もあると思うんですけども、えーえー これもね、憲法改正も実は公明党もちょっと慎重姿勢だったし、はいしたね、議論、うん、議論は始まるけど、うん、議論が始まると逆にその格論に入ってくるとですね、うんうん、これ9条だけじゃなくて他のも含めて、ええ、かえってやっぱりこれ、あの、難しくこう議論がなっていく。はあはあ、議論は始まるけれども、はあ、逆にその、少し時間かかるっていう。 ことになるかもしれない。そうすると、実はあまりなくてちょっと暗中模索みたいな。そうそう。だから社会保障と、それからやっぱり何つてもこの、けじめをつけてるのかどうかわかりません。家計学園の認可のね、問題、これタイムリーですけども。この辺ではないでしょうかね。家計ってのはもう、安倍さんにとっては鬱陶しくてしょうがないとは思いますけども。そうですね。これはあれですか野党はまだ追求の構えですけども、あの国全体のね、 ムードとして、ええ、この賭けっていうのはどうですかねもう当面選挙はないし、うん、うん。そんなに怖くなくなっちゃったんじゃないですか。いや、だから、そこは、ええ、あの、まあ、世論がどういうふうに、まあ、反応するかってことでしょうね。ええ、あの、少なくとも、ええー、この夏の状況では、はい、これはもう、答弁立つ人によっても全然話が違ったり、ええ あの、公文書が残ってなかったり、たうん、ま、でたらめだったわけですよね。あの、むにゃむにゃぶりに、えー、あの、支持しない人は、えー、あの、総理の人柄が信用できないとうん、うん。そう、重なりましたね。だから、だからそれが今度は正式に認可ということになりますから、うん、あの、まあ、これをめぐって、もう一回野党が、 だからこう世論がおかしいなと思うような、こう、方に持っていけるかとこれ、だから、どっちかというともう、これまでは攻めてた野党ですけども、この野党の質問力だとか、ええ、まあ私が聞いてる限りでは、いくつかやっぱ新しいいろんな、あの、材料があるんだ、野党がね、追求の材料があるっていうのは言ってるんですけれども、そういうものでやっぱりこの問題の本質をえぐれるかどうかってことでしょうね。そこにかかってると思いますね。 というわけでですね、えー、かけ、えー、獣医学部認可なんですけども、えー、まだまだそれはですね、安倍さんのアキレス腱であると、えー、こういう鈴木さんのお話です。ヤジウマニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さん、 希望の党の小池代表が昨日代表を辞任したことを巡り政府・与党内から無責任だなどと非難の声が相次ぎましたまた東京都知事としての小池代表と連携してきた都議会公明党の幹事長は希望の党との協力関係を見直す意向を示しました さすがの小池さんも人通力を失ってね、えー、雲からね、地上に落下しちゃったみたいな、まあ、そんな感じでありますが。では、日本放送報道部の森田孝二解説委員です。はい。 希望の党の小池百合子代表は昨日夕方の両院議員総会で代表辞任の意向を表明し、後任に玉木雄一郎共同代表を推し、自身の辞任とともに了承されました。古川元久衆議院議員の幹事長起用などの役員人事も承認されました。で、議員、両院議員総会終了後、記者団に答えた小池知事です。 創業者の責任として代表でスタートいたしましたけれども、私はこれからはむしろ皆様方にお任せをして、お任せというか方向性はもう決まっているわけですから、私は代表の座をおりさせていただいて、しかるべき形で皆様方をサポートできるようにしていきたいと思っております。 で、小池さんはこの時期の代表辞任については新しい執行部の枠組みができたのが大きいとこう話しているんですが安全保障政策などで見解の異なる党内の大串博士衆議院議員は今回の代表交代の経緯を非常に透明性を欠くと批判しある中堅議員も遠心力が止まらないと指摘しています。一方、都議会では都民ファーストの会と連携してきた公明党の東村幹事長が昨日希望の党の代表を辞めた辞めない は関係なく都政を踏み台にして国政に打って出た今後一線を隠してぜぜひひでやるとこう述べて協力関係を見直す意向を示しました都議会の定数は127で都民ファーストの会の53人では過半数に達しておりません公明党が連携を解消すると予算案などが通りにくくなる可能性もありますでその都民ファーストの会は先日の葛飾区議会議員選挙でも公認候補5人のうち4人が落選しましてある関 関係者は都民ファーストの会の失速が小池知事にとっては衝撃で代表辞任の気持ちが強くなったんではないかこのように話してるんですねこれだけ急転直下、評価が変わる人も珍しいいですねいやあの今回そうですよね、<laughs> あのそうですね、おっしゃる通りあのこのスピード感、でまあ要するに、<laughs> ごめんなさい、まあ負のスパイラルっていうのかな、そういう <laughs> そう,いう感じで負のスパイラルっていうんですかね。ええ、あの やることなすこと、調子がいい時にはすごくプラスになるんですけど、うんうん、あの、悪くなってくると。ええ、何をやっても裏目に。だから、これを辞めるっていうこともね、ええ、あの、一時、あの、総選挙の後出てたんですよ。あ、はい、れもう責任取って辞めるべきじゃないですか。そんな話やりましたね。ねだから、うん、そういう声からすると、辞めたっていうのは、ええ、あの、もうその通りだと責任取ったなって話になるんだけど、ええ、昨日の段階で辞めると、 じゃあなんでここまでやめなかったんだという批判に変わるわけですよ。形が見えるまでそうそうそう。だから、もう何をやっても裏目裏目にっていう、あそういう、さっき言った負のスパイラルに入ってる感じがしますね。政治では結構よくあることですよね。ちょっとタイミング間違えると、全部裏目鈴木さんに、そもそもちょっとね、聞きたいんですけど、あの、民進党の議員さんたちを、 さらさら受け入れる気はない全員がねそれから選別しますとあるフリージャーナに言わされたみたいな感じであれからガラッとね舞台背景が変わってあの上にいたのがダーッと落こってね人じゃありませんけどただの人になっちゃった言われてますけど本当にあれだけなんですかね本当にあれだけで小池さんはいわゆる急転直下になったんですか 規模の党、過半数以上、230いくつ、ね。はいはい。候補者出してまたよね。はい十七で、57が、ね。それが50になっちゃったという。で、全部ニュースは、あの時に言った、選別します。さらさらありません。これで空気が変わったと。ね。国民のね。それだけなんですかいや、あの、きっかけはそこだと思いますよ。かけばやっぱり。ただ、要するに、ベーシックなところで、本当に小池さんが安定してたかという そこの問題、これもずっと前から言ってますけど、えー、例えばさっき森田さんがおっしゃったように、その、公明党との関係とか。えー、公明党は、えーえー、あの、一時は協力していろいろやってますけど、えー、いつか自民党に戻る可能性もあるって私ずっと言ってましたけども、えー、まあ、例えばそういう下地があったりとか、はい、都庁の中都庁の中で、えー、都庁の職員、まあ、私都庁官僚っていうんですね、かなり、えー 霞ヶ関の官僚並みにすごくレベルが高いんですよね。うん、この人たちもやっぱり知人のやり方やいろんな政策に対して、はい、やっぱり不満を持ってたりして、はい、ある種抵抗勢力的なところもあったなるほどそういうこう下地がある中で小池さんがこうちょっとあの発言なり間違ったことによってそれがボラボラっと崩れ、そういうものが全部今来てる。だから、あの、例えばあの、その都庁の職員の仕事、都庁の仕事で言うと、 例えばその例のあの豊洲の移転問題が先週ぐらいから急にまたね、ええええ、ごちゃ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 し始めて、えええー、背景にはどうも。 自民党に非常に近いですね。あの、自治体の首長の反対がこう、あったりとかですね。うんうん、そういう動きがあったり、うん、ええー、まあいろいろするわけですよ、ね。で、葛飾の区議選ではね、さっきも紹介ありましたけれども、も5人、都民ファーストをこう公認したけど、一人しか通らない。うん、そういうものがやっぱ全部のしかかってきて、だから、うん 手を広げすすぎたとというう感じななってるんんんだ思でねか小池さん自身も白けちゃったみたいなとこありますよね。でもね、葛飾区議会議員の応援にいかないのか一回も行ってないんですよ、これもね、さっき言った裏目に出るってそういうことなんだけど、小池さんは多分ね、今、自分の不人気っていうか、人気ないから行かない方がいいと判断したんでしょうね、これはよかれと思ったんだろうけど、これね、候補にしてみると、入ってほしかったってわけですよ。総選挙と 地方選挙は違うんだから、むしろ東京の地方選挙なんだから、来てね、応援に来てほしかったかそれはドミンファーストの会で出てたら、トップに来てほしいですよね。そういうこと。だから、結局全部が裏目に出てる状況で、ただね、ただやっぱり小池さんはね、まだ、その、希望の党の組織の中にね、自分の側近を送り込んでいたり、そうですか。あの、してるのでね、あの、まあ、ここはとにかく頭を低くして、え、次を、 という、ことではあると思うんです、ね、今弱り目にたたり目で、ちょっと風邪、うん、あおかしくなったけれども、二枚越しですよ、と。うん、ね <laughs>、えー。こんなことで崩れないよ、という、うんうん、何かこう,野心いうか、やしき。その辺はね、あると思います。うん、ある。ただ、今やることはすべて裏目に出る。だから、これがね、えー、あまりにも裏目に出すぎると、かなりこう、傷を負うことになりますから、えー、次挽回するにしても、なかなかこの、えー あの力がね蓄えられていないなな状況になる、うんまあ、それでなくても正解は一旦水に落ちたらえ水に落ちた馬は徹底的に叩けというね、うんうん、えそういうのありますからねもともと敵が多そうだしねどうなっていくんでしょうかさあ日本全国え昨日はこのニュースで持ち切りでしたが大相撲の横綱・春馬富士が先月平幕・高野岩に暴力を振るって大怪我をさせた問題で。 被害届を受けた鳥取県警は事実関係の捜査を進め今後、春馬富士や関係者から事情を聞くとみられますまた、日本相撲協会は危機管理委員会が調査を始めると明らかにしています <music> はい。同席者や関係者の話を総合しますと、春馬富士の暴行が問題になった酒の席は、秋巡業中の10月下旬、鳥取県内で開かれ、春馬富士のほか白鵬、鶴竜、照ノ富士、高野岩に加えて、日本人力士や関係者ら10人前後が参加していたということです。で、二次会に移った時に、高野岩は春馬富士から、兄弟子に対する挨拶が足りないなどと、生活態度を注意されていて、その時に着物の帯に刺していた、 高野岩のスマートフォンが鳴り操作しようとした時に春馬富士がテーブルにあるビール瓶で高野岩の頭を思いっきり殴って人が話をしている時にと激怒しで流血して倒れた高野岩にのしかかるようにして20発から30発素手で殴ったということですで止めに入った白鵬を突き飛ばし隔竜にはお前がしっかり指導していないからだと大声で言ったということなんですねえ昨日記者団に答えました春馬富士です 狩のよあのけがについては、狩野の親方、そのあの部屋の後援会の関係者の皆様、相撲協会、そのうちの部屋の親方に、ね、大変迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます。 で、高野花親方の被害届を受けまして、鳥取県警は春馬富士や関係者から事情を聞く方針です。一方、日本相撲協会の危機管理委員会は、先週楽以降に本格的な調査を行うということなんですね。あの、いわゆる診断書出てますけども、 えー、なんか、出るまでに期間があったし、はい、それからまた、うん、お、お、表沙汰になるまでにも相当の時間がありましてね。そうですね。えー、なんか、あの、疑問符はね、ただついてくるんだけど、ね。高野井はもう、福岡入りしてから、うん、挨拶回りもしていたと言われてですね。そう、えー、それで、鳥取の巡業の翌日のね、映像の中見るとね、なんともないんだよね。うん、うん、あの顔も普通だし、それで、その、ビルビンでぶん殴られたら、まあ、大井町でね、 えー、結構ほら、ほ力士の曲げっていうのはですね、えー、ガードされてるから、えー、そういうふうに言う人もいますけどもだその辺の実態がよくわかんないんですよね、うん、だから、この相撲の世界の独特のやっぱりね、えー、閉鎖性っていうのは変だけどやっぱり部屋があって親方がいて本当はもうこういい大人が殴り合ったんだったら、はい、事実関係なんてすぐわかりそうなんだけど。はい やっぱ部屋を通してとか、<う>教会がとかなってくる、そ,<う>その辺のちょっとこう閉鎖性ですね。とにかく事実関係早く。ね、明らかに。まよね、あの、伊勢の浜親方と、あの、春馬夫人が、高野花部屋に挨拶に行って、お詫びに行ったんですけど。 着いたら、高野花親方、車に乗って、パッと行っちゃったりましてね、だからそこに何かまたあるんじゃないですか,かっていう、ちょっと興わせますよね、<laughs> そうそう勢力争いで、えー、よく高野花親方がね、ちょっと異端児扱いされててとか、なんかあるじゃないですか、もうそれから、なんか理事選挙とか、理事長選挙とか、あ<ー>なんかそういうことでまた利用するんじゃないかとか、うん、なんじゃらかんじゃらいろんなこと言われて、うん、痛くもない腹探られてるのかもしれないけど、まあ、いずれにしても、まず警察がしっかり調べて、